タジー5実況プレイ続きやっていこうと思います。では今回、風の神殿に向かいますね。あのクリスタルがやべえことになってると、あの前回はちょっと天変地異も起きて、ね、なおさらちょっとやばいことになっていたということで、風の神殿に向かうと、まあ、レナちゃんとガラフじいちゃんが風の神殿に向かわねばならぬって言ってたのでね、ちょっと私も同行する形になったんですけど、あれ、いやこっちじゃないよな。そうだよね、ここフェニオがあったところだもんな。あれ場所が違う。いや、Wii U のゲームパッド久しぶりに持つとやっぱ重いな、Wii U。どこだ、どこだ、どこだ。でもここあれだよね。隕石落ちて大変なことになったところだけ。あ、いけるわ。こっちや。あ、違う。あれ？あ、ここ。合ってる？こんなとこに洞窟が、さっきの地震でできたんだ。僕ここの先は危険だ。お前はここで待ってよ。はいって。え？クイよし、ということで、ダンジョンだ。おお、早速出てくるのね。先制攻撃のチャンス。あ、BGM すごいなんか懐かしい感じがするな。カニ買った。あ、なんか文句っぽいんだね、ガラフじいちゃん。よしよし。なんかレナちゃん、あ、そっか、そのうちなんか魔法とか覚えるのかな。タンタッタタン。そう、F7 リメイクだとね、この勝利 BGM、 時々バレットが歌うだけっていう感じだったから、やっぱこう聞くと安心するね。戻ってきた感じがすごいする。よし。なんかドラクエってさ、あ、レナちゃん、おじいちゃんもおめでとう。ドラクエってさ、なんか123ってなんか割と難易度高い印象あったんだけど、どうなんでしょうね。 FF の123も結構難しいのかな。あの泉はん？これか。はい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 。よし。お金を稼ごう。ちょっと待って、泉の前にこっち、あ、高箱だ。え、ちょ、え、と取れないだと。あ、こう行くのか。バックアタック。全員これやんのかな、これね。雨だとちょっとレナちゃん公園にしてもいいかもしれないけどね。なんか大体ヒロインポジって白魔導士だったりとかすんじゃん。てか HP 低いしな、レナちゃん。あれ、なんかポーションがないのがきつい。おい、誰かキャロを覚えてくれ、頼む。 OK。 あ、ちょっと待って、誰かいる。誰、あ、敵か。でも海賊っぽいけど、一番最初に来た。おおほー、なんか通ったんだけど。ちょい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 。なるほど。生き方が分かったけど、なになに。あ、びっくりした。結構なんかエンカウント率高いね。さすが、ランダムエンカウント。ちょっとなんかあれだな、ランニングとかちょっと意識してやっていきたいけどな。でもなんか、お、金星、攻略とか見ちゃうと面白くないしな。どうなんだろうな。データ数。あ、ちょっと待って。装備。装備。ほい。で、頭か。で、革の帽子。あ、装備の重さとかはなんかダクソみたいな感じ？よし、あ、よしよし。レナちゃん、公園にしとこう。HP 低いからな。
年の子というんでしょうか、おじいちゃんが一番 HP が高い印象。よし、ナイス。ちょっと泉に行ってみよう。あの泉はって言ってたもんね。だってこれだ、なんだこれ、あ、回復の泉、おお、戦闘炎も治るんだ、へえ。じゃあちょっと先進みましょう。さて、じゃあここをカチッとして、で先、あれはやっぱ海賊船か。一番最初、前回の最初の方にも出てきた。今の船、風もないのにどうやって走ってるんだ。はてな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 。ここは外に出れる。あ、フェイクやったわ、こんにゃろめ。さて、お、あ、さっきの海賊ね、アジトにしてんのかな。ここは海賊のアジトっぽいね。ってことはさっきの船は海賊船か。乗せてもらえないかしら。案外すごいことよね、アイデア海賊だぜ。なんかこそりいただくとするか。それもすごい、じいさん意外と大胆だな。どうすんの。いただいちゃいます。あ、どこが開いた。こっち違うか。ボタンを押したってことはどっかが開いたと思うんだわ。どこだ、こう。あ、船、こっち船ね。あ、なんかこっくりこっくりしてるよ。いいのかい、君たち寝てる。こいつも寝てる。ふにゃ、まだ寝だした。ん、ここはどこが開くんだ。ここではない、どこか。ということは前のダンジョンか。ちょっと見てみようかな。なんか分かんなかったわ、どこが開いたんやろな、これ。ちょっと船見に行くか。よし、お邪魔します。こっちか。お、船室があって。あ、みんなこっくりこっくりしてんじゃん。もにゃもにゃ。おかしら、船の舵は直しておきやしたぜ。舵を取ればシルドラが、シルドラ、シルドラ。ベッドで寝れないかな。よし、ちょっとこっちも、お、鍵がかかっている。舵
ジオ撮ればって言ってたよね。直しといたからみたいな。あ、これか。本当に強奪したよ。よし出発だって。バツどうしたんじゃ。ダメだ、全然動かない。どうなってるんだ。あらら、やっぱ動かないか。何してる。あ、オープニングに出てきた人。あ、ファリスさん。あ、男の人なんだ。私女の人だって思ってた。俺の方には盗もうとは随分と大胆なやつだ。私はタイクーンの王女レナ。勝手に船を動かそうとしたの謝ります。王女様とか、そこで初めて知るわけか。お願い、船を貸してください。風の神殿に行かなければならないの。お父様が危ないの。タイクーンのお姫様かい。こりゃいい金になりそうだぜ。やめろ。お願い。ん？そのペンダントは？そいつらは牢屋にぶち込んどけ。牢屋送り。キャー、あーれー、捕まってしもた。縄で縛られてる。まあ、いたの。一体誰じゃ。海賊船を盗むなと言い出したやつは。おー、じじいお前。おいおい、じいさん、あんただろ。う、頭が痛い。記憶喪失じゃ。たく、都合のいい記憶喪失だな。それにしても驚いたな。レナが対空の王女だったなんて。ごめんなさい、隠すつもりはなかったの。でもどうして一人で風の神殿に。お父様が風の神殿に言うの。そうなんですよね。風が止まって何か良くないことが起きようとしている。私一人で城を抜け出して、そしたら空から隕石が。夜になった。なんだって、あのタイクーンのお姫さんが俺と同じペンだと。おお、お兄たんか、もしかしたら。お兄たん、でも髪の色一緒だもんな。風の神殿に親父がいるとか言ってたな。お兄たまじゃないのこれ。風の神殿に向かう。おー、いてくれるのか。おかしら、こいつらどうするんで。あー、解いてやれ。あらあら、早くしねえか。あ、ありがとうございます。なんか助かっちまったな、俺たち。どうして。力を貸してやるって言ってるんだ。いいじゃねえか。さあ出発だ。風の神殿に向かうぞ。俺の言うことが聞けねえのか。返事は。あ、あいあいさ。おー、もうファリスがどうして海賊になったのかっていうのも気になるね。まあレナちゃんが絡んできそうな感じはするけど。でも風が止まってるのにどうやって船を動かすの。知りたいか。知りたい。シルドラ、挨拶。あ、なんかシルドラってなんか出てきたね。火事が治ったからシルドアがなんちゃらみたいな。シルドラ？なんだ。あ、ドラゴン。シルドラってなんかシルバードラゴンの略とかだったりするのかな。ドラゴンが引っ張ってくれるってこと？驚いてる。どうだ、俺はこいつと一緒に育ったんだ。兄弟みたいなもんさ。出発。おお、ということで船が動かせるようになりましたと。あ、セーブできないんだね。あ、ちょっと待って、ファリスさんがいる。すっぴん。相変わらずすっぴん。レベル3。おお。あ、ダガーなんだね。なるほど。
ちょっと待って、あれレナちゃんなんだっけ、ナイフ。まあ、でもダガーみたいなもんだよな。あ、兄弟なんじゃこの二人。風の神殿まで足が代わりに船を動かしましょうか。あ、お願いします。甘えられるものは甘えましょう。コナツ、お、動かしてくれる。まあ、寄り道できるとじゃできるってことだな。お、ここか。セーブしとこう。よし。オッケー。じゃあ、入りましょうかね。風の神殿、え、なんか誰かいるんだけど。ちょっと待って。敵出てくるのかな、普通に。ちょっとここに入ってみる。2階。あ、なんかダンジョンっぽいな。テント。おお。はい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 。ホワイトスネーク。テントありがたいね。今のやつなんかポーションが出てこないんだけど、ポーション。どうなってんの？オッケー。あそこまで強くない。あ、なるほど。ここでセーブとかができるわけね。この辺なんか FF4 とかと一緒だね。よし。ちょっと待って、一回戻ってですね、左側になんか人がいたから、それ見ようかな。で、終わりにしようかな。じゃ次回ちょっと風の神殿からですかね。ここ、ここ、ここ。ねえねえ、こいつ。あ、レナ姫。一体どうしたのですか？急に風が止まって魔物が神殿に入ってきたのです。お父様は？タイクーンは最上階に登られましたが、帰ってこないのです。きっと何かあったに違いません。おお、知らない人たちか。そのクリスタルなら最上階に行こうぜ。ファリス、ええ。よし。タイクーンが最上階のクリスタルの様子を見に行きましたが、おお、なるほど。ここに逃げ込んできたわけね。最上階のクリスタルを機械でコントロールしていたのです。ほう。急に機械が言うことを聞かなくなって暴走しちゃったのか。レナ様、これ、あ、ポーション来た！おお、ここで回復ね。なるほど。この水を飲めば体力は回復します。ということで、じゃあ今回ここまでにしておこうかな。じゃあ次回ね、風の神殿の、探索からやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。